nicht ein Channel, ai ai ai, nicht ein Channel, ai ai ai, ai wo, ai wo, kanate te yuku, nicht ein Channel, ai ai ai, nicht ein Channel, ai ai ai, afureru, afureru.やっとさ、西田愛です。おはようございます。今日はね、月に1回の私の癒しの時間、ネイルを、買いに行きます。結構ネイルサロンまだ行ったことないとか、行ってみたいけどどんな感じなんだろうみたいに思ってる人も多いみたいで、私がお世話になってるとこ、すごいネイリストさんもすごいいい方だし、ずっと見てて楽しいんだよね。だからなんかみんなにも楽しんで見てもらえるんじゃないかなと思って、今回カメラも一緒に来ていいよっていう風に言ってもらったので、お邪魔してみたいと思います。まあ何が言いたいかというと、女子ってこういうの好きじゃん。行こう。それでは改めて、ネイルサロンコボさんにご協力いただいて、今日はね、施術の一部始終をみんなにも見てもらおうかなと思います。ネイリストのあかねさんです。はい、よろしくお願いします。施術を始めていきます。まずは前回やったネイルを今からオフしていきます。と爪の健康状態を見てもらったりとか。染みるところとかはないですか？ないです。あ、今回どこもこなこと、そんな時間経ってないからかな。3週と4週間ぐらいですかね、うん。ここ1、2ヶ月結構
遊びまくったの、デザインでビビットなカラー入れたりとか左右で違うデザインにしてたりしたんだけど、今回はねイメージ的にはこんな感じ。いろんな写真の撮影と、あとステージが大きいステージが続くから、うん、何にでも支障の出ないキラキラ系にしようかなって。衣装とかに映えますもんね。そう、そうなの。髪短いバージョン の、 その潜在写真、うん、ポスターとかチラシに使うようなやつとか、うん、ないから、そういう撮影が来週あって、いろんなパターンの写真を撮るから、ちなみに、今、なんて言うんだっけ、ヤスリ？あ、これですか、うん、マシン？マシン？ビット？ビット？はいはい、ビット？ビット？はい、をやってる下にある、これは何でしょうか。クイズ。時間差。何でしょう。正解は求人機。囚人機。惜しいですね。惜しい。囚人機。囚人機です。正解は求人機。求人機。求人機。満を持して間違った。囚人機。チリを集めるって感じます。だそうです。これがないと、あのお客様とか、うん、私たちネイリストとかにこうダストが肺の中に入ると、うん、やっぱり健康にあんまり良くないので。ジェルネイルとかの歴史ってまだ浅いじゃないですか、うん、だからなんかどういう健康被害があるかってまだ先分かってないので、これから分かってくるんだな。そうですね、そういう予防を先にすることってすごい大事ですよね、うん、今私あかねさんにやってもらってちょうど1年ちょっと2、3ヶ月なんだけど。そうですよね。そう、それまでずっともう十数年自分でやってたから、セルフネイルだったから、スカルプもジェルも、うんうん、だからこういうのがあるって知って、囚人機とか、うん、マシーンも買っては見たけど、絶対もう自分じゃ使わない。もう全然使う気にならない。簡単とか言って書いてあるけど、絶対嘘と思って。素人にそんなさ簡単にできるわけないけど、うん、すごいロングネイルの時とかありましたもんね。なんかジェルよりも私は昔スカルプが大好きだったから、うんうん、粉と液じゃん、あれって、うん、それを筆につけてさ、なんだろうね、手作りしてる時間が楽しかったから。よく携帯触れたなと思うもんね。やっぱ下処理とその後のオフの手間のかけ方かな、うん、私はそこがやっぱり雑というか、学校行ってないし勉強してないし、うんうん、雑だし家でやるからもうパパって済ましちゃうから、うんうん、それで例えば2枚爪3枚爪とか、要するに不健康な状態、気がついたらもうこうやってオフした瞬間触ったら爪がもう紙みたいになっててペラペラペラってなってて、これはいかんと思ってちょうどインスタ見てたら、あかねさんの記事にたどり着いて、まあ、爪が健康になんか育ってきてそういう風になるみたいなことがあるんだと思ってさ、ずっと自分でやってたからそういう知識もなかったし、ただやっぱ人にやってもらういいですもんね。そうですよね、うん、なんか特別、なんか月に1回のね、そう、自分へのご褒美としてみたい。やっぱり爪が痛むのってやっぱオフするときですよね、うん、削りすぎちゃったりとか、うんね、やっぱセルフでやってるとどこまで削ったらいいのかとかね、分かんないし、やっぱジェルネイルで続けると爪が薄くなるって結構言われてますけど、うん、やっぱりなんか間違った方法でやってるんだよね、うん、やってるとってなるので、やっぱそういうのは、ね、ちゃんと
プロに委ねて、うん、学んだプロに委ねた方が爪は健康になるのかなって思いますけどね、うん、紅のそういうのでありそう、はいはいはい、綺麗だな、楽しみにしてます、うん、どの色がいいかな時間差の問いかけどの色にしよう。この2つは結構オレンジ寄りで、うん、うん。これはさっき言ったマットっぽいオレンジです、ね。透明感ある。そうなんだ。でもなんか色味の感じはこれとこれが好きだけど。うんうん、でもマットって言ってもなんかそうなんかツヤンとしてそうですね。うん。一回これはこれはこれはなしです。はい、なしにいたします。交互にするか1本ずつかもう右と左で思いっきり分けるか、うんうんうん、これ裏返してみてもいいですか。超可愛い。どうですか色。めっちゃ綺麗。めっちゃ可愛いです。めっちゃ綺麗。
前までは私の普段の好みと仕事の時のドレスとかにも合うみたいなのの差が結構大きかったけど、これからちょっとそのドレスのスタンスも変わるからさ、衣装のスタンスがちょっとなんていうのかな、モードっぽい感じというか、もうちょっとかっこいい感じに多分今後していくからさ、そうなってくるとそんなに差が大きくないから、意外とその辺解消されるかもって感じだからで、はい、かしこまりました。私これ大好きなの。こんなの毎回使ってる。ほぼ毎回使ってる。裏返します。おー、かわいい。ミラーボールみたありがとうございました。ありがとうございました。触っていただいて引っかかりとか気になるところがないか確認してみてくださいね。はい、大丈夫です。大丈夫そうです。はい、で最後ホットタオル拭いてオイルで仕上げますね、はいはい。すごい可愛い。やっぱこのいつもベースの猫の色何にするか迷うんだけど、今回も正解でした。すごい可愛い色。お上品じゃない？キラキラとギラギラの中間みたいな感じだけど、ベースの色がすごい大人っぽいから、お気に入りになりました。
というわけで今日は、ネイルサロンコボさんへ潜入というか、私の普段の休日をちょっとみんなに覗き見されたみたいな感じになったんだけど、なんとですね、あかねさんのご好意でこの日愛チャンネルを見て コボさんに、来てくれた方にはアートを一本プレゼントしてくださるということです。すごくない？の場所は新宿なんですけど、結構月1でこのネイルに来るのが楽しみで上京してくるお客様とかもいらっしゃるみたいで、もし東京に来るタイミングで、普段東京にいない方はね、東京に来るタイミングでせっかくだから東京のサロンでネイルしてみたいなっていう時は、西愛さんのを見てって言ってもらえたらと思いますし、なんだろうね、普段サロン行ってるんだけどちょっと場所変えてみようかなとか、なんか検討中だなとか、なんか良さそうとか、とにかく興味持っていただいた方はぜひお気軽に連絡ください。出てるかな、詳細入れてください、詳細。はい、というわけで、ネイルサロンお見せしてみました。感想待ってます、コメント待ってます、チャンネル登録とそしてインスタ、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。今日は一日ずっと爪を眺めて過ごしたいと思います。西大でした。ネイリストあかねさんのおすすめ、まあこのサロンのおすすめでもいいですけど、今後ネイルサロン行って、私も毎回そうだけどデザインとかすごい迷うんだよね。色もそう、デザインも迷うから、なんかおすすめトップ3みたいのがあったら教えてください。まずじゃあこれから夏になるので、うん、シェルのデザインはすごいおすすめですよね、うん、うちでよく出るのがなんかこういうラメとシェルを合わせてこうざっくりニュアンスっぽくアートするのがおすすめだったり、でもそうですね、シェルって言ったら結構ニュアンスっぽい感じのアートがすごい可愛いかな。この辺はシェル？あ、その辺もそうですね、シェルです。可愛くないですか？可愛い、とか涼やかな感じがね、はい、シェルってすごいこう光に当てるとすごいいろんな輝きが出るので、うん、まあ、ちょっとキラッとするとよりテンションがいいかなって思います、うん、でナンバー2ですね。ナンバー2は、じゃあこの立体の 3D アートですね、うん、私もやったことある、はい、これティアラ、ティアラ、ティアラやった。そうなんです、これすごいこうなんだろう、立体なんですけどなんか引っかかりとかがなくって、上からコーティングしてないので、あのスワロフスキーの輝きがそのまんまに出る、すごいキラキラして可愛いです。なんか設計図っていうかちゃんと方式があるんですもんね、これね。あ、そうですね、理論付けて、理論が、うん、つけてるので取れたりとかする心配がなくて、うん、こうワンカラーに1本だけつけるとかも全然ありだと思います、うん、指輪とかしない人はなんか指輪代わりに、確かに絶対可愛い、うん、そうですね、アクセサリーつけない方でも、うん、じゃあナンバーワンは、うん、まあ、私の個人的なんですけど、私お花を描くのがすごい好きなので、うん、まあ、ぜひうちに来たらお花をぜひ描かせていただきたいな、うん、みたいな感じなので、お花のアートがすごいおすすめなんですけど、まあ、うちで人気のあるのはあの垂らし込みアートって言って、うん、こういう垂らし込みとか、綺麗よね、水彩画みたいなね。そうです、絵の具で描いてるんですけど、何ですか、ちょっとニュアンスっぽいカラフルなお花だったりとか、アンティークっぽい感じのちょっとゆるいお花だったりとかがすごい好きなので、シールとかじゃなくてね、あのその場でもうこの超ちっちゃい面積に全部描いてくれるから、見ててもされてても楽しいし、うんうんうん、出来上がったのもずっと1ヶ月間眺めながら楽しめるからね。お店に行ってネイリストさんと相談しながらね、デザイン決めるとそれも楽しい、そこから楽しみがねあるから、なんか参考にしてもらえたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、待ってます。ありがとうも下げました。チャンネル登録よろしくお願いします。